はい、じゃあよろしくお願いします。え今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第73弾やっていきましょう。で、8問ですね、今回は。なので、一回動画止めていただいて、ストップウォッチもね、うまく使ってチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が1番から全部やっていきますので、皆さんにとって必要な問題だけ、ぜひね、動画をこう早送りとかしてチェックしてみてください。いいかな では早速1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いいたします。ではではいつも通りね画面下げましょう。よっ、よっ、はっちょ、ちょ、微調整、微調整、微調整 <laughs>。よしで、今回はですね、あの、ま、あこのシリーズはもともと動画が長くなりやすいんですが、8番、作図の部分にちょっと今回重きを置いて説明していきます。だからね、簡単、最初からもう結構がっつり。 書いてあるんですけど、なので作図がもし苦手だったらよく、まず、今回のね、問題がうまく解けなかったって方もそうですけど、普段から作図に苦手意識がある方は、一回ね、そこだけでもいいです。8番だけでもいいので、ぜひね、聞いてみてください。ではまずね、1番から行きましょう。マイナス 9! プラスマイナス8ということで、まあこれは足し算なので、マイナス同士足すと答えもマイナスになりますと。で、同じマイナス同士だから9と8、マイナスグループくっつくので、9と8を足すと17と。 つまりマイナス17ですよと。で、分数の割り算です。分数の割り算は、ちょっと書き直しちゃいますね。割り算を掛け算に変えて、その後ろを逆数。上と下をひっくり返します。つまり5分の6と。で、この時にたまにこの符号を変えてしまう。ミスをしてしまう方がいるので気をつけてください。符号は変わらないからね。マイナスはマイナスだし、プラスはプラスのままです。で、こうして、約分。 えー2と3になるあとはないかな。なので、えー、っとプラスとマイナスの掛け算だから答えはマイナスそして下はかけると2510上がサザンがなのでマイナス10分の9となります。ササクサクいきましょうえーでこの計算をしていきます。ではポイントはまあ分配法則配るのが使えますかっていうところで括弧の前に2があります。だからこの2を A と 4B に掛け算で、配ってあげますつますつりこれは 2A でこいつはプラス 8b になります。掛け算するからね。で、気をつけるのはこいつ。これはマイナス1が隠れてます。これをマイナス 3a とプラス 7b に配ってあげる。マイナス1かけるマイナス 3a だから、プラスになってプラス 3a。マイナス1とプラス 7b を掛け算するとマイナス 7b と。 これでカッコが外せました。イコール書いておきましょう。で、ここで、えっと、答えを書いてしまうともちろん×です。A と A、B と B は計算ができますので、A と A、2と3だからくっつけると 5A。プラス8とマイナス7なんでくっつけるとプラス1ですね。つまりプラス B。プラス 1B と書かないようにお気をつけください。これで OK。 で、次は、ルートの計算でございます。まあ、全部掛け算割り算なので、まあ、順番に1個数やっちゃってもいいかな。ここ、分数発生しないからね。なので、分数、えっと、ルートの中身12、12×2 をすると24、24。24÷6 すると、4ですよね。普通に掛け算割り算計算して、ルート4になります。で、ルート4っていうのは、2の2乗です。2の2乗。だから、ルート4って2と一緒だからね。2って書いて、これで、 丸がもらえますと。さあ、来ました。もう、この四種をね、いっぱいやってる方は、本当によく出るなって思うと思います。このタイプ。二次方程式解きなさいって言って。で、二次方程式解きなさいのタイプには2個分かれます。まず、みんながや、ねえっと、発想として持ってほしいのは、因数分解できないかなって考えてほしいんです。因数分解できないかなって。で、中学生の範囲、まあもちろん私立とかになったらね、話は別になりますけど、 x2 乗のところに、え、係数が1以外がくっついてるとき、今回みたいな3みたいなのときは基本的に因数分解できません。まあ技としてはあるんですけど、高校で習うやつがね。ただ基本的にはもう解の公式でいこうというふうに思ってください。解の公式。えっ、ー、と、x イコール。 書くスペース、今回なぁ <laughs>。厳しいかなぁ <laughs>。ごめんなさいね。じゃあ口で言います。x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac 一回書きましょう。後で消します。x イコール、これもう呪文だからね。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac と。こうなります。これが解の公式ってやつ。 で、それを当てはめていく。で、ABC は何かっていうと、X2 乗にくっついてるこいつが A です。X にくっついてるこのマイナス1が B。一番後ろに残ってるこいつが C になります。それを入れていく。丁寧にね。で、入れると、これ入ってるかなあ、大丈夫だね。2A 分のだから、2×3 で6分の マイナス B。これね。マイナス B だから、この B にマイナスをつけます。つまり、マイナス1にマイナスつけるから、1、プラスマイナス、ルート、B の2乗マイナス 4AC。B。マイナス1を2乗すると、マイナス1かけるマイナス1ね。つまり、1になります。1。マイナス 4AC は、マイナス4かける3かけるマイナス1です。そうすると、プラス12。つまり、1たす12だから、この中身は13になります。 で、この問題だけじゃないですけど、ルートが計算し終わった後は必ず中身チェックをする。ルートはね、中出せねっかなって。でもこれ13何も出せないんですよ。2ルート3みたいにな、できないので、これで終了。ちょっと長かったね。だから、6分の1プラスマイナスルート13と、これで正解となります。 ま、解の公式はね、本当にめんどくさいって思う方多いと思います。俺も思ったもん。思った。学生の時。だけど、びっくりすぐに出るから解の公式。受験でもね。なのでな、確実に覚えておいてください。では、6番参りましょう。連立方程式です。で、連立方程式の解き方には、加減法と、えっ、ー、と、代入法。この2つのやり方があるんですが、 基本的に私は加減が好きなので、加減法を使っちゃうんですね。ただ、まあ、今回ちょっと代入法っぽいね、あの、ニュアンスが出てる問題なので、ちょっと意図的に代入法でいきます。久々にね。で、代入法っていうのは、片方の式を、y イコール、もしくは x イコールに直します。で、なんでね、今回代入法が使いやすいかっていうと、ここに x がいるのよ。x。だから、こいつを変形すると、x イコール、まあ、移行してね。 すると y、4y-1 ってなる。こう移行していくと。だから、ああ、x イコールできるなって考えるわけよ。その、x イコールのこの式を、もう一個の式の x、ここに代入します。代入するから代入法って言うんだよ。つまり、入れると、2。で、入れるときは必ずカッコね。 4y-1 この x のとこにこいつをカッコをつけておきました入れた代入でであとは普通に同じのを書きますプラス 3y イコール20そうするとえっと x が消えて y だけの式になりますのでこれえっとまたねさっきと同じここと同じでえっと分配法則使うと 8y-2 になりますで全部ちょっと整理まあ一回書くか 8y-2 プラス 3y イコール20で整理すると 11y イコール、マイナス2ね、こっち持ってくると22になります。で、両辺11で割ると、y イコール2となる。これで y が出てきました。で、第二法のいいところは、片方が出ると、この y イコール2をさっき変形した、この、ここに、y を、2を戻してあげるとすぐ出ます。x イコール、 4×2-1 で、こう 4y ってかけ算だからね、隠れてんの。つまり42が8だから8、8-1で7ってわかるから、答えとしては、x、声が、イコール7、y イコール2と。これで終了となります。 で、これはね、えっ、ー、と、連立方程式が受験で出てきた時に思ってほしいことなんだけど、ラッキーだって思ってください。ラッキーだって。なんでかっていうと、連立方程式は、えっ、ー、と、答えが合ってるかどうかのチェックができます。いそのこ、あの、回答を見ずに。なんでかっていうと、出てきた答えあるじゃないですか。これを上と下の式に代入するんです。もう一回。で、これはもちろん、最初からやるんじゃなくて、一通り、全部解き終わって、戻ってきてからチェックでも構わない。それでいいからね。 どうやってやるかっていうと、上の式、x に7、y に2を代入します。そうすると、7入れるから、27、14、プラス3、あと y に2を入れるから、プラス6、イコール20ってなるよね。ここ計算すると20。20イコール20だから、右辺と左辺。同じになったよね。オッケーオッケーって。で、これも下もチェックすると、y に2を入れると、8イコール7足す1。同じになったよね。 だから、上と下の式に答えを代入してやってみたら、右辺と左辺が同じになりましたと。そしたら、絶対に合ってるから。みんなが解いた答えが。いいかなだからこれはやるといい。ケアレスミスを見つけるきっかけにもなるからね。いいかなではではあと2問です。サイコロ行きましょう。で、このサイコロちょっと問題変わってるんですよね。2つのサイコロを投げるのはいつも通りです。で、2つのサイコロを投げるときの確率は、分母は36ね。 6×6 だから、覚えておいてね。サイコロ1個が6です。だから、6×6。間違っても6、6足す6にしないように気をつけてください。で、えっ、ー、と、出る目の和が、8にならないんだよね。これが結構珍しい。8にならない。で、いつもは、例えば8、8になるとかだったら、8になるとかだったら、樹形図を書き出していきます。自分の場合は。 で、ただ、8にならない方は圧倒的に多いよ。だってさ、片方1って固定するじゃん。8にならないときって全部なんだよ1。1、1、2、1、3、1、4、1、5、1、6って全部なってないでしょ。で、もちろんこれでもいいんだわ。いい、いいんだけど、多そうだなって思ったときは、ちょっと工夫した方が時間短縮になります。で、どうやるかっていうと、今回は、8にならない。 数が分かればいいから逆に8になる数出しゃよくねって思うんです。で、8になる数って多くないんですよ。例えば片方が1の時は何が出ても8にならない。だから×なんよね。で、2の時は8になるは26のペアだけ。3の時は35のペア。4の時は44のペア。で、5の時は えーと、5、3? で、6の時は6、2か。これしかないんよ。8になる時って5パターンしかないの。で、なんでこれがやるといいかっていうと、8になるのが5パターンしかない。全部で36パターンしかない。じゃ、8にならないのは、全部で36でしょだから36-5すればいいじゃん。つまり、8にならないのは31通りしかないんです。1通りしかっておかしいね。31通りあるわけ。 だから、8にならない確率はって言ったら全部で36なので、36分の31って。これで終了となります。ごめん、1個なんか違う。<laughs> あれ ?8 になるときなんか間違ったな、俺。どこじゃあれ、どこだ俺、ね、さっきやった答えと、あ、違う、書きまくってなくない。 なんでも間違ってねえわ。合ってる合ってる。ごめんなさい。失礼しました。あー、テンパった。はい。では36の31でございます。合ってるよね。<laughs> えーっと。あ、大丈夫です。ごめんなさい。ぐ <laughs> だっちゃった。はい。では次行きましょう。自分で書いた文字が読めんかった。で、最後。三角 AOB のっと作図の問題ですね。で、作図はちょっと時間取ります。今ここまででも。 結構喋っちゃってるんですけど。で、作図の問題っていうのは、これなんで時間を取りたいかっていうと、中学校で習う。まあ中学校で習うというか、作図って三大武器といって三つしかないんですよ。おっきな武器が。みんなはいろんな作図の問題に触れてるから、なんかいっぱい覚えなきゃーって気がしてるかもしれないけど、三パターンしかない。実はね。で、その三パターンを覚えちゃえば、それをどれを使えばいいのかなだけで、これって解けるんですよ。ほとんどの問題が。 で、作図の問題っていうのは2段階あります。2段階。ちょっと口,でめ口説明でごめんね。1個は、この武器、3大武器を1個使えば解けるパターンです。これはちょっと簡単な作図問題。でも実際あります、これも。でも、多いのは、もう1段階上。この武器を2つ使う。2つ使って答えを求める問題がよく出てきます。こっちのパターンの方が多い。 ただし、使う武器はもともと3つしかないから、3つさえ覚えておけばも、いけるぜっていう話なの。いいかな。だからそういうふうに思ってください。で、今回は、そのね、もうちょっとはしょっちゃいましたけど、各 AOB、こいつね、の二等分線上と2点 OB から等しい距離にある。その場所を探しなさい。点 P だったっけなね、を探せって話。で、まず、 各 AOB の二等分線上。これは分かりやすい。だって、角度の二等分線。だから角の二等分線だよね。こいつを書けばいいと。じゃあ、今回幅がね、多分残るようにしたので、書いていきましょうか。で、俺ちょっとこれ用のコンパス持ってないから、フリーハンドでごめんね。角の二等分線の書き方覚えてください。角度があります。と今回はね、あの、鈍角ですけど、鋭角の方が説明しやすいので、 コンパスしか使、あ、コンパスを使っていきます。まず、適当に開いてください。適当でいいです。それを、針をここに刺します。尖ってる頂点に。で、刺して、そっから、シュッて、みんな画面でやるから。ここね、針から、シュッてやって。そうすると、こういう跡ができますよね。シュッて。で、2点、交点ができるので、その交点から、これは別に変えなくていいから、変えてもいいんだけど、刺して、シュッて、 あとをつけます。で、こっちの交点にも刺して、ここは上と幅を変えずに、シュッてあとをつけます。そうすると、頂点からこのできた交点に、定規で線を引くと、角の二等分線。つまり、この角度を半分、こことここがね、角度が同じでできる、半分にすることができますと。いいかな角度を二等分できる。 で、いろんな他の効果もあるんですが、それも話すと長くなりすぎるから、で、この三大武器に関しては、もう中一の動画でガッツリまとめてるので、リンク貼っときます、それ。ぜひそっち見てください。もうちょっと詳しく知りたい方はね。まあ書き方はこれ。今回に関しても、上に関しては、えー、っと、これ矢印いらんかったな、別に、ね。ごめん。あ、いいか。武器としては2番の武器を使いたいから2番を書いていきましょう。つまり同じね。 頂点に、えー、針を刺します。で、ここに、シュッと後を残して、針刺して、シュッ。針刺して、シュッってやると、定規で引けば角の二等分線が書けますと。いいかなこれでまず一個クリアなわけ。で、もう一個です。これ、2点 OB、つまり O と B、二つの点から等しい距離にある。 で、このキーワードが出てきたときに、どれを使うんだろうっていうのがなかなかピンときません。慣れてないと。で、結論から言うと、これは1番です。使うのは。1番。つまり、垂直二等分線ってやつ。で、垂直二等分線も書き方確認しておきましょう。これは、ある、辺があります。こうやってね。ちょっと丸つけとかくったときに、辺がありますと。 で、こいつを垂直、つまりこの線から垂直ね、まっすぐ垂直。しかも、辺を二等分、半分にすることができる。ものをかける技です。いいだから、やり方としてはちょっと大きめに開いて、ここに刺します。で、刺して、シュッてやります。シュッて。あんまり広いと、こっちになっちゃうから、まあ大体、これ難しいよね。まあこんな感じの跡ができるように。で、この幅を変えずに、 こっちにも刺して、シュッてやります。で、交点が上と下にできるから、ここを、つなげた辺を書くと、こいつが垂直二等分線になります。え垂直二等分線。特徴としては、もともとあった辺と垂直90度に交わる。垂直な線が書けるし、ここの左半分と右半分がちょうど、 半分に二等分になってます。二等分。これは分かりやすいんだよ。名前に入ってるから、漢字にね。ただ、まだある特徴が。この垂直二等分線ってかなり使いやすくて、こいつです。二つの点から等しい距離のものが書けます。つまり何が言いたいかっていうと、この辺の、あ、線のね、垂直二等分線の点だったら、例えばさ、じゃあこの辺にしようか。ここ。ここって、この場所からと、 この場所からの長さ全部一緒です。全部一緒。で、例えば下になってもそう。こうなって、こうなって。全部2つの2点。この場所から等しい距離の集まりなんです。だから2点から等しい距離のものを探したいって言われたら垂直二等分線を書けば OK なんです。で、話を戻すと今2点 OB ね。A 関係ないからね。OB。 つまり、こいつとこいつから等しい距離を書きたいから、まず、ここに、またコンパス刺します。ちょっと大きめに開いて、こんな感じかな。ちょっとずれたね。ごめんなさい。刺しますと。で、こんな、あすげえ曲がってる感じかな。ちょっとごまかします。ごめん。で、こんな感じ。ちょっと許して。こうやって垂直二等分線を書くと、 えっと、上で書いた青の線、下で書いた赤の線が2つ欲しかったわけ。で、2つ書いて、それの交わったところが書きたかった P。これで作図が OK です。いいかなちょっとごめん。最後汚かったね。申し訳ないんだけど、書き方だけ伝わったら嬉しいです。で、ひとまずこの2個。で、正直言うと、まあ、いろんな問題やってきて、効率の作図問題だったら、ほとんどこの技です使うの。上2つ。 ただ、水線の書き方も覚えててください。水線はシンプルで、ね、垂直な線だから。で、え、一番でも書い取るやん、垂直な線って思うかもしれないんだけど、どういう時に使うかっていうとね、例えば、こう辺があるじゃないですか。入ってるかな合ってる。で、この、この点を通るような水線を書いてくれって。そういう指定があったりするんですよ。で、その時に使うのがこの技。で、どうやるかっていうと、ちょっと下切れそうなんで、もうちょっと上げますね。 どうやってやるかっていうと、まずコンパスまた適当に開いてください。で、ここに刺します。通りたいって言っているところ。刺して、そっから下に向けてこうぐるって、まあ、いつも通りね、二つの場所を印をつけたいので、よいしょ。こんな感じかな。で、二点できるじゃん。で、その二点から、下。あ、下怪しいな。これちょっとおかしいけど、下に向かって、しゃ下に向かって、しゃって同じ幅で交点を作るんです。 そうすると、ちょっとずれたな。こう、こうかな。で、その点からそこに向かって引く。と、ここに垂線ができますと。ただし、これに関しては、ここを通ればいいっていう条件があるから、こいつみたいに二等分にはなってないです。ただ、通りたい、この、この場所通りたいっていうところは通ってくれる。そういった垂線を書くことができますので、この作図の三大武器。いいかな まず、あの、彼、触りしか喋れてないんですけど、これを覚えててください。で、もうちょっと深く知りたい方は、何度も言うけど、概要欄にもともと撮っている授業動画貼っておきますので、そこで確認してもらえればと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 では、えー、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第73弾やらせていただきました。一応ね、今毎週土曜日に投稿しております。もうちょっとね、えっと、増やしていきたいなと思ってるんですが、ひとまず土曜に投稿していきますので、また次回の方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。